それでは、津軽家の解説、津軽ための武挙兵編を始めていきましょう。前回までの動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの動画をご視聴ください。さて前回は、ための部が養子入りする以前の津軽家、正確にはその前身にあたる大浦氏の歴史について紹介しました。ための部が来る以前から、大浦氏が津軽で大きな勢力を持っていた。ということはなんとなく理解できたな。ための部が津軽独立を果たせたのも、それまでの大浦氏当主の働きがあってこそ、という感じがしましたね。そして今回からいよいよ、ための部本人の経歴についての紹介が始まります。ついにこの時がやってきましたね。というわけで今回は、ための部の人となりと華麗なる戦国デビューについて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず、津軽ための部といえば南部家を裏切った武将というイメージが強くあるかと思います。信長の野望シリーズでは、イベントで南部家からいきなり独立することで有名ですからね。まさに、野心家という言葉がぴったりな人物だと言えるな。確かにための部が野心に満ち溢れた武将というのは事実でしょう。しかし一方で、ための部には別の一面がありました。それは義理堅い、という一面です。え？あのための部が、義理、堅い？ははは、なかなか面白いことを言うな、ウプヌシ。これはだいぶ後の話ですが、かの有名な関ヶ原の戦いの後、ための部は徳川家康から正式な大名として本領を安堵されました。その一方で、ための部は家康の敵であった石田三成の次男、石田重成を密かにかくまい、後には家臣に取り立てたとされています。当然ながらこれは、一歩間違えば津軽家改易もあり得る危険な行動でした。にもかかわらず、なぜための部がこのような危険な行動を取ったのかというと、ための部は石田三成に恩があったからです。恩、ですか。関ヶ原の戦いから遡ること10年前の天正18年1590年、ための部が豊臣秀吉へ忠誠を誓った際、豊臣政権内ではための部の処遇をめぐる意見の対立がありました。ための部はその経歴からして、南部家の裏切り者として豊臣政権に討伐される可能性がありました。しかし仲介人であった石田三成らの働きもあって、豊臣政権はための部を正式な大名として認め、南部家からの独立を後押ししました。これに深く感謝したための部は、後に関ヶ原の戦いに敗れて居場所を失った三成の子をかくまうことにしたとされています。確かにその話を聞くと、ための部が義理堅い人物に聞こえますね。なお、ための部の髭が立派なことと、恩人である石田三成の子をかくまったことから、ための部はカヌーの大ファンだったという説がありますが、実際のための部がカヌーの存在を知っていたのか、またはカヌーに憧れていたのかは実はよくわかっていません。あれ、確か改訂前の津軽家紹介では、ための部はカヌーのファンだって思いっきり言っていたような。実は改めてための部カヌーマニア説を検証してみたのですが、根拠となる資料を見つけることができませんでした。江戸時代以降の創作が史実認定されるという、戦国時代あるあるの一つなのかもしれませんね。ともかく、津軽ための部は野心家でありながら義理堅い一面を持つ、この点をよく覚えておいてください。さて義理堅い一面を持つ野心家の津軽ための部は、永禄10年1567年3月10日に、大浦氏に養子入りしたと言われています。なお養子入りした時点では彼は大浦ための部と名乗っており、津軽ための部と改名したのは23年後の天正18年1590年頃とされています。つまり、津軽を統一するまでは大浦姓を名乗っていたということですね。一方でこの頃の津軽は、南部家家臣石川貴信の支配下にありました。石川貴信は南部家当主、南部春政の叔父または弟と伝わる人物であり、長男信直は南部春政の婿養子となっていました。つまり、石川貴信は南部家ナンバー2の武将と言っても過言ではありませんでした。こうしてみると、南部領の中でも津軽はかなりの割合を占めているんだな。立場を考えても、これだけ広い土地を任せられるのは貴信を置いて他にはいないだろうな。あれ、でも確か、南部春政と南部信直って、この後激しく対立したんじゃ。
その通り、為信が大浦市に入ってから3年後の元亀元年1570年、春政の実子、鶴千代、後の南部春継が生まれると、鶴千代に後を継がせたい春政と、自分が後を継ぎたい信直の間で血みどろの内紛が発生しました。これを、矢浦の変、と言います。そしてそのような情勢の中、翌年の元亀2年1571年5月5日未明、為信は石川高信の居城、石川城を突如襲撃。防戦虚しく石川城はその日のうちに陥落し、高信は自害して果てました。さらに為信は近隣の和徳城にも兵を差し向け、幼い長春、三津康親子をも討ち取りました。この時、為信21歳。鮮烈な戦国デビューを飾りました。石川城襲撃といえば為信のデビュー戦として知られていますが、石川高信以外にも討ち死にした武将がいたとは驚きでした。幼い長春、確か前回、為信の祖父、大浦正信を討ち取った人物として登場していたな。つまり為信は、津軽のトップと祖父の仇を両方一気に討ち取ったということですね。こうして南部家が内紛にあえぐ中、為信による津軽統一戦の火蓋が切って落とされたのでした。しかし、為信はなぜこのタイミングで石川城襲撃を実行したのでしょうか？それについては、実はよくわかりません。またこのパターンか。時期を考えれば、南部春政 VS 南部信長の争いに連動した事件であることは間違いないでしょう。ただ石川城襲撃を起こした動機については、主に二通りの説が唱えられています。二通りの説、ですか。一つは、為信や新説。津軽獲得を目論んだ為信が、矢浦の変でガタガタになった南部家の隙をついたという見方です。従来の、恐竜。津軽為信像で考えるならば、自然な説ですね。そしてもう一つ。それが春政命令説。春政、命令説。これは信長排除を狙った春政が、為信に命じて石川高信を襲撃させたという説です。信長の父にして広大な津軽を治める高信は、春政にとってこれ以上ない脅威でした。一方で為信は石川城からほど近い堀越城を拠点としており、高信ほどではないにしろそれなりの勢力を保持していました。したがって春政が津軽切り取り次第、を条件に、為信に高信を襲わせたという見方です。従来の、恐竜、津軽為信像では考えられない説ですね。でも為信は義理がたい人だったとも言いますし、ひょっとするとあり得るかもですね。春政が亡くなってからも津軽統一を目指して戦い続けたのも、野心からではなく、ただ春政との約束を守るためだった。って考えると、為信がすごくかっこよく見えてきますね。春政死後は信長が南部家当主となってしまったから、引くに引けなかったとも考えられるがな。確かにそれはあるかも。ただ、為信や新説にしろ、春政命令説にしろ、決定的な証拠があるわけではなく、状況証拠からの推測に過ぎません。また矢浦の変自体もその実態については諸説あり、石川城攻略戦についての考察を難しくしている要因となっています。説によって春政春継親子の死亡年代が10年ずれていたり、死因についても病死説や暗殺説があったりと混沌としていますからね。結局のところ、真相は為信本人にしかわからないといったところでしょうか。ちなみに南部家側の資料である南部資料では、為信による石川城襲撃そのものがなかったことにされており、高信は天正9年1581年に病死。為信の津軽横領は天正18年1590年3月のこととされています。おいおい、年代も内容も津軽家側の資料と全然違うじゃないか。もし、津軽独立が天正18年だとするならば、その間津軽は誰が治めていたのでしょうか。南部史料によれば、高信の死後、彼の次男とされる石川正信という人物が津軽を治めたことになっています。そして為信は正信の補佐役として南部家の津軽支配を支えていたのですが、正信の死後、為信はその野心を一気にあらわにし、わずか数ヶ月で津軽を手中に収めたとされています。また史料によっては、正信は為信によって毒殺されたとするものもあります。為信の悪人ぶりが強調されていますね、これは。ただ、南部史料自体が明治44年1911年成立と300年以上後に作られた史料であり、
また、同じ南部家側の史料である南部春政書状や南安吉書状にも、石川城攻略戦があったことを示す記述があることから、石川城攻略戦が元亀2年1571年頃に行われたことはほぼ確実と見て良さそうです。なお、南部史料がなぜこのような主張をしているのかについては、時事会あたりの動画でお話ししていきたいと思います。今、その理由を語るにはまだ早いということですね。しかし、大浦正信と石川正信、二人の正信のどっちとも本当に実在したのか怪しいというのも面白い話だな。二人とも、津軽家側と南部家側、どっちかの資料にしか登場しないというのも興味深いですよね。それでは、今回はここまでにしたいと思います。というわけで今回は、為信の人物像と石川城攻略戦について紹介しました。為信が実は義理堅い人物だったというのが、今回一番の驚きだったな。野心家としての為信像と義理堅い為信像、どちらの味方を取るかによって、石川城攻略戦の動機が180度変わるというのも新鮮でしたね。とはいえ、結局のところ為信の真意はわからずじまいでしたが。まあ、為信の心の内はともかく、石川城攻略戦をきっかけに為信は津軽独立に向けて邁進していくことになります。ということで次回は、石川城攻略戦以降、為信が津軽統一を果たしていく過程について紹介していきたいと思います。